どうも、スイス暮らしのポノットです。今日はチュリヒ湖一周の4回目です。今日のコースはですね、ここリヒターズヴィルからシュヴィーツ州のペフィコンというところまで行きます。ですが、すごいですね、今天気めっちゃ悪いです晴れてくるといいんですけれども、まあわかんないんですね。はい、今年初めての、まあ、こういうハイキングの動画になります。今回はですね、湖沿いじゃなくてですね、ちょっと南の方に行って山にも登ってですね、ぐるって回ってくるっていう形なんですね。湖のね、景色あまりないんですけども、山に行きます。はい、ここ1、2週間ぐらいですね、結構暖かくなったはずなんですけども、今日ですね、ちょうど土曜日なんですが、ハイキングしたい日なんですが結構寒いですよ。今多分5度とかだと思いますが、まあ氷点下じゃなくてよかったんですけれども、ちょっと寒いですね。そして山に登ります。今ですね、標高400メートルぐらいなんですけれども、まあ、湖はそういう標高なんですね。そして山はまあ1100メートル弱なので、まあ登り700メートル弱っていう感じですね。そしてですね、距離は17キロなので、遠い、ちょっと遠いですね。5時間ぐらいかかると思います。最初のところはですね、まあ、住宅街を通っていくっていう形なんですね。はい、まあ今朝9時ちょっとなので、かなり静かです。はい、で5時間ぐらいなので、まあ午後2時とかですね、3時とかに着くかなと思います。最初からめっちゃ登りますね。猫がいますよ。見えますかね。結構多いんですよね、スイスで猫が。あ、逃げない。あ、なんか鳴いてくる。家猫ですかね、人間に撫でてるみたい。案内してくれるの喋るとなんか泣いてくる。あ、かわいいね、かわいいね。そうですね、猫結構多いんですよ。でも多分野良猫とかじゃなくてですね、家猫だと思います。結構外にですね出したりしてるんですよ。猫はですね、猫で分かってるんですよね。家に戻ったらご飯が食べられる、寝られるっていうことに。なので飼い主も安心して外に出すことができるっていう感じかなと思います。結構登るじゃん、結構登るじゃん。サインがありますね。84番はあっちです。多分もしかしたらここチュリヒ州とシュヴィーツ州の境目なのかな。ですね、84番のサインがあるんじゃないですか。旗が違いますよ。右の方はチュリヒ州の旗で、左の方はシュヴィーツ州の旗です。ですね、この道の名前ですね、ピルガヴェイク、巡礼道っていう感じなんで、ここですかね。行きます。もうシュヴィーツに入りました。結構登ってきたぞ。猫が多いんですよ。この子ちょっと警戒してますね。ちょっと登ってきたので湖が見えますね。ここまだ続いていきます。なんかここら辺なやって感じですね。
さっきすごいカウベルの音がしてて、多分その中に牛がいますね。ではまださっきの標識ですね、エッツェルクーン、まあエッツェルっていう山ですかね、に登るってことになるんですけれども、あと2時間半で山頂まで行きます。まだまだ長いんですよ。今ですね、10時20分ぐらいなので、そうですね、昼ぐらい、まあ昼過ぎっていうか、まあ1時とかですね、山頂に行けたらいいなと思います。そこでお店がテイクアウェイでご飯食べられるといいですね。あったかいものが食べたいです。でもなくても、まあちょっとですね、軽食とか、まあプロテインバー的なものなんですけれども、持ってきたので、なくてもそれで食べたいと思います。山ですね、登っていきます。なんか看板があります。ちょっと見てみよう。ナトゥシュツケビーツ、そうですね、環境保護区域っていうやつで、今はここですね、ズィール川のところなんですが、この赤い道ですね、歩いていくと思うんですが、どうなんでしょう。違うか、もっと登るっていう道ですかね。はい。
ちらですね。エッツェルクールまで1時間半です。はい。行きます。
地図がありますね、ここに。今はここです。はい。山頂はここなんですよ。そんなに遠くないんですが、登り200メートルぐらいですね。ちょっときついかもしれないです。そして、こうですね、時間も書いてあって、山頂まで1時間です。こっちです。こういうところにもですね、民家があります。すごいですね、こういうところに住んでると。まあ多分農家とかの方が多いかなと思いますけれども、車がないとですね、無理ですね、こういうところは。でも景色がいいんですよ。でもですね、まあ僕みたいにさ、ここに住んでなくて、でも散歩しに来るとか、まあ、ハイキングしに来る人がなんかうるさいかなと思いますね。 まあでもこういうですね、国っていうか地域指定のハイキングコースなので、まあしょうがないかな。でもまあレストランとかですね、やってるところはこういうハイキングコースあった方がいいですね。どうしたこれ、これ行っちゃいけないのかい？行けるはずです。こっちですね。また登ります。ここ多分一番きついところですかね。ここを歩いてきたんですけれども、まあ登ってきたんですが、これがあるんですね。これは軍の施設ですね。やば。フェストン。ああ、そうですね。こういう、なんか大砲とか入ってたところですかね。これエッツェルだから、これか。シュペアリニエ。うわー。第二次世界大戦でですね、多分、ここにですね、設置して、大砲とかですね。やっぱそうですね。パンツァーアップ。そっか。タンク、何でしたっけ？戦車か。戦車のバンカーですね。わあ、ドイツに侵略されたら、ここは、防衛線の一つって感じですね。やば。こっちちょっと見てみよう。ここですね。ちょっと下準備したときに、気づかなかったんですね。こういうのがあるって。出口こっちか。うわー、何これ。すごいっすね。これは秘密とかではないはずですね。もう普通にここ通ったら気づくし、書いてあるし。すごいっすね。はい。ああ。今は、もう、爆弾とかですね、もう入っていないっていう状態のはずです。はい。何これ？防衛線ですかね、ここ。何これ？多分、ドイツの戦車が、通れないように作ってるって感じだと思いますね。わあ、コンクリートの塊が。すごいですね。いろんなとこにあるってことですよね、これは。まあこういうことですね。多分アピールしながらですね、侵略してくんなっていう感じだと思いますよ。スイスが、第二次世界大戦を乗り切るためには。やばいっすね。中世っていうか中立を保つには、もう、自分を武装しなきゃいけないっていう形なんですよね、スイスは。これは、いい収穫だ。面白かったです。はい。
そうですね、また多分いろんなところにこういう軍の施設、昔の軍の施設とかが出てくるかと思います。まあ今日は多分これでもうないと思うんですが、いろんなところですねの、ハイキングしていくと見つけると思います。では、ここはまだですね、まだまだ道は続きます。かなり登ってきたはずなんですけれども、山頂まで45分とか30分とかかな。疲れてきましたよ。でも全体の道のりの3分の2ぐらいは来たかと思います。はい、そしてちょっと森に入っていきます。めっちゃ静かですね。やば、何これ。ああ、霧もすごいですね。ここなんだ、入れるよね。ここ入れなかったら大変だけど。なんだなんだ。ドア、このゲートは閉めてくださいってことですね。これは普通に人は入れるってことですね。山頂まであと少しのはずなんですが、時間とか書いてないんですね。こっちです。ここ？こっち？こっち？道は？やば。やば。ちょっと怖いんですね。何にも見えない。こっから来たんですよ。して、こっちですね。森に入っていきます。やば。 ちょっとですね、カメラの電池がちょっと怪しいので、充電します。もうまだ雪があってですね、もう道路は泥ですね。あと少しのはずで疲れた。もちろんですね、着いたらまた、降りなきゃいけないですね。下っていかなきゃいけないっていう、後半あるんですが、
後半はあと多分2時間ぐらいかかるかなと思いますが、とりあえず山頂までっていうことです。これですね、ポール持ってくればよかったなと思いますね。足が疲れます。お、もしかしたらこれだといいですね。何も見えないんですけど、景色とかもうないですね。あ、ちょっと文字が見えますね。エッツェルクーン、はい、1098メートルですね、標高。ここは着きました。やっと着きました。今ですね、12時半12時17分ですね。3時間弱かかりました。やってなさそう。ちょっと見てみますか。いろいろ頼みましたね。スープと、ま、パンがついてきて、そしてソーセージですね。ちょっと、あ、そしてコーラですね。これでちょっとですね、25フラン弱なんですね。ちょっと高めなんですけれども、まあ、こういう時ですね、あったかいスープが飲みたいですよ。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。食べましたね。ここです。エッツェルクルムというですね、まあ、山頂のレストランです。はい、まあ、コーラはですね、まだ飲んでないですけれども、まあ、下山しながら飲むのかな、それとももう駅に着いてから飲むのかな。でもこれから下山です。今は1時前ですかね。今は1時前です。はい、12時50分ぐらいなので、下りは2時間ぐらいかな。だから、まあ、3時に駅にテフィコンですねに着くと思います。下りの方がですね、短いし、多分早いのかなと思います。でもですね、マジ天気悪いんですよ。天気悪いっていうか、もうなんかこれもこれで面白いかなと思うんですけれども、景色とか見えないんですね、全然。はい。でも良かったです。はい、ここですね、登山でしか来られないようなので、客は少ないのかなと思うんです。なんか降ってきた。いや、はい、ではここから降りていきます。ですね、ちょっとですね、こういうのがちょっと危ないんですよね。でもまあこれぐらいならいいか。ハイキングコースはこちらです。はい、降りていきますですね。降りるときですね、下るときも気をつけないと膝がやられます。はい、まだですね。ここですね、まだ雪が多いですね。さっきの山頂のとこもですね、残っていたんですが、ここもまたありますね。フェストンベアケ、そして下に防衛線ですね。すごいですね。あっちもそうか。あっちですね、見えますか。あれもそうですよね、絶対に。もう、山をですね、もう、基地にしたみたいな感じですね。聞くところによると、なんか、道路とか、橋とかに、
爆弾とかですね、を設置して、もしドイツが来たら爆発させるみたいな とこだったんですね。ですね。戦車を止めるものです。でですね、目指してるのがペフィコンというところですね。右の上から2番目です。ここ84番のルートなんですけれども、4番のルートでもあります。これはですね、ヴィア・ヤコビというですね、何でしたっけ、巡礼の、なんていうんです、巡礼の道でもあるものなんですよね。日本語の名前は覚えてないんですけれども、スペインまで行くっていうルートがあるんですよ。スイスを横断して、フランスに入って南に向けてスペインに行くっていうルートがあるんですよね。それの一部、スイスに入っている一部は4番なんですけれども、すごいですね。昔のそういう巡礼している人、どっかの教会に行きたいみたいな、徳積むみたいな、徳積むじゃないか この教会行ったらすごい天国行けるよみたいなことかもしれないですね。よくわかんないんですけど、でもそういう道があります。スイス横断するっていいですね。お、湖が見えます。これはチューリヒ湖でしょう。なんか近くなってきたんですね。でもこれは目の錯覚でしょう。多分まだ1時間半とかかかるかなと思うんですが、いいですね。あとこれですね、育ってますね、この木。なんかクリスマスツリーみたいな感じですよね。生のクリスマスツリーとかも売ってるんですよ、普通に。クリスマス前だとこれかもですね。はい、森に入っていきます。結構下ってきましたよ。こういうですね、いい草原ですね。そこから歩いてきました。まだこちら行きますね。あれ、こっちだったのか。うわー、危ない。右行きそうだったんですね。また無理か。でも森の方はですね、夏とか歩くときにありがたいですね。でないともう
直射日光は大変ですよ。危ないですよ。倒れますよ。やってたんですけど、ね、もっと長いコースだったら大変でしたね。森を抜けたらですね、もうこんな景色です。いいですね。うん。天気はですね、相変わらず、曇ってますが、まあ、霧よりいいでしょう。そしてですね、ちょっと明るくなった気がします。はい。ただただ、霧の世界から抜けてきたからかもしれないんですが、わー、いいですね、これ。ふふふ。それじゃあ、もう近いのかな？近いと言えるのかな？てか、ペフィコンどこかな？ここ、多分こちら辺？こちらかな？こちらかな？でもあれは違いますね。このチューリヒ湖なんですけれども、左の方はですね、左の方は、チューリヒ市で、こっちはですね、もう、シュイツとか、ツークとか、ツークだったのかな？わかんない。ザントガーデンか、の方になっていくんですが、ここですね、まあ、オーバー税と、まあ、普通のチューリヒ税に分かれてます。右の方はオーバー税って言ってて、ここにですね、まあ、半島みたいなのが出っ張っててですね、橋があるんですよ。橋があって、渡れます。そしてですね、まあ、でも、チューリヒ税自体は、まあ、オーバー税も含めて、あっちまで行くんですよ。なので、今回はですね、フェフィコンは、まあ、この近くに、ここら辺にあるはずなんですが、5回目ですね。フェフィコンから始まってですね、あちらまで行くっていう感じなんですよ。多分、チューリヒ湖一周の、まあ、10回の中で一番長いコースのはずです。でも、まあ、ほとんど平地なんですよ。やっぱり、湖沿いで歩いていくっていう形なので、まあ、京都と同じぐらいの疲れ具合かもしれません。でも今日はですね、もう久々にこんなに歩いたので疲れました。あと1時間かな。ちょっとですね、高低差ですごい今、耳が、よく聞こえなくなったんですね。まあ、気圧で。わあ、いい景色。いい景色です。いい景色ですよ。近くなってきましたね。テフィコンどっちなのかわかんないんですけど、まだ。でも、あと少しって感じですね。30分とかもすれば、駅に着くのかなと思います。だいぶ下ってきましたね。こちら辺はすごいさっぱりしてますね。ちょっと青空がちらっと見合います。あと少しですね。あ、もう2時10分ぐらいですね。もう5時間ぐらい経ってます。今日は多分、まあ、時間通りになってると思いますね。5時間10分になってるので、あと、まあ、15分とか20分ぐらい着きますね。ペフィコに行きに着きましたので、まあ、今日はここまでにしたいと思います。ですね。結構疲れました。ちょうど5時間ちょいですね。なので、まあ、疲れ様でした。疲れ様でしたってか、ね、自分が疲れただけなんですが、またですね、次回楽しみにしてください。行
見や質問がある方は下のコメント欄に書いてくださいね。ではバイバイ。